こんにちは。JA 金沢市清掃年部の部長をしています、山下礼二と言います。冬の間にかけて竹林の間伐作業を行います。毎年、2000本から3000本ほどの竹を、間伐するわけなんですけれども、どういった竹を間伐していくかというとですね、こういったちょっと細めの竹であったりとか、だいたい5年を過ぎる、6年以上ですね、6年以上を過ぎた竹っていうのはだんだんタケノコを生む力がなくなってきますので、古い竹、こういった色がだんだん悪くなってきた黄色っぽい竹という竹とか、こういった細い竹とかを選んで、間伐していきます。間伐することによって、竹林の中に太陽の光が差して、地温が上がります。地温が上がることによってタケノコの発生を促すと、間伐しないと竹やぶがだんだん真っ暗になっていって、火の光も入りません。そうなってくるとタケノコもだんだん発生しなくなってくるので、毎年間伐が必要になります。ちょっと取らせてほしいって、喋らんくていいんで、仕事しとるとこ取らせてくださいって集中して、はい、普通にしててください。竹やぶはほとんど機械化ができなくて、全部人の作業なんで、掘るのも運ぶのも全部人間がやらなくちゃいけない作業になってくるんで、はい、大変で、竹やぶは、その浜辺のボフリンとかの砂止めみたいのによく竹使ってるじゃないですか。そういうのに使ったりとかされてるみたいですね。ちなみになんですけれども、まあ理由があって、竹林の整備をができないとか、タケノコの収穫ができないといった、放置された竹林っていうのは、こんな様子になっていきます。だんだん手入れができないので、枯れた竹が、まあ、倒れた状態、竹も、生え放題。こうなるとタケノコも出てきませんし、こういった竹やぶをまたタケノコが掘れるように再生するっていうのはかなり労力を要します。そうならないように、うちは、定期的な間伐を、心がけて行っています。ここ最近の寒波で一面真っ白になりました。北陸の雪は湿気が多くて、重みがあります。ですので竹も重みでだいぶしなっています。でこの重みで竹が折れて割れたりもするんですけれども、
そういった竹は、タケノコのシーズンが始まる前に切断して、切り取って、掃除したりというのが今から、春先に向けての作業になります。間伐した竹の中から綺麗な竹を選抜して年始に飾る門松を作ったりもしています。こちらですね、色艶のいい竹を選んで先っぽを斜めに切っています。うちら辺ではですね、この節の真ん中で斜めに切っています。これなんでかっていうと、ちょっと遠くから見ていただくと分かるかと思うんですけど、この下の部分が口に見える、人の顔が笑っているように見えるということで、笑い竹という切り方です。で、この、新年に向けて笑顔で過ごしましょうということで、この笑い竹で門松を作ったりもしています。このように斜めに切ったやつを、3本セット1組として、うちから出荷しています。うちから、お花屋さんの方に納品しまして、あとはお花屋さんの方で、松梅、つけて、装飾を施してお客さんの元に届くということです。それでは納品に行ってきます。今日はですね、おはようございます、朝9時ごろになるんですけれども、ちょっと抜き打ちで、研修生の2人のところにやってきました。とこれなんか今やってますね。何をしてるんでしょうね。あ、原さん、ちょっと。ちょっと待ってください。どうですか、調子は。調子いいです。元気、今日天気いいっすね。めちゃめちゃいいっすね。今トラクター何してたんですか。今トラクターはですね、キャベツを植えてたんですけども、そちらが、収穫すべて終わったので、あと片付けのすき込みをしてました。なるほど。出来栄えはどうですか、自分なりには。出来栄えは、初めてできた割にはうまくいったのかなと思っております。なるほど。ラジオ収録に来てます。これの全国の YouTuber のやつ。あ、そうなの。全然使っていいってことになった。私はもう全然著作権フリーの女でーす。お疲れ様でーす。はい、はい、お願いします。あ、ちょっと待ってもいいですか。ごめんなさい、1個忘れてた。1個ちょっとでいいですか。あ、そうだ、1個だけちょっとやりたいことがあって。あ、一番最後、私がクレジットみたいなの読むんですけど、この番組はっていうやつ。あ、1ページ目の一番最後の記事ですね。で、農村ふれあいネットワークの協力での後、元気にお届けしますを3人声合わせてやりたいなと思いまして、はい、この番組は JA 同盛協と農業農村ふれあいネットワークの協力で元気にお届けしますって感じでやりたいと思います。元気にお届けします。こんにちは、農家兼 HBC パーソナリティの西村のぞみです。北海道で農業に取り組む青年たちの熱い思いを届けていきます。